ありがとう、キヨト。いや、結果的にキヨトが一番ご奉仕してくれた形になったわね。そうかな。はーい、ショウコ。今日はあなたに負けたんじゃないんだからね。オスカーとカイドウの差よ。ナギさん、それはあまりだぜ。でもその強気なところ、悪くない。ショウコ、文化祭のプレオープンで勝ったくらいで選挙に勝ったつもりでいたら大間違いだからね。もちろんよ。そんなこと私は一かけらも思ってない。むしろより一層国のため、国民のために頑張らなきゃって思った。こういう笑顔のある日常を早く取り戻さなきゃって。確かに吉野やコミコの件、それに狙撃事件もあって内閣に悪いイメージはついてしまったと思う。でもそれは全部私の責任。悪いイメージを払拭するには結果を出さなきゃ。今の私ではお父様の足元にも及ばないと思う。だから閣僚のみんなで力を合わせて精一杯国のために尽くそうと思ってる。だから渚さん、これからも戦闘の時は対立候補である垣根を越えて手を貸してください。翔子、もしあなたが大統領に選ばれたとしたら、それは国民の総意。私はあなたのために喜んで力を貸すわ。でも当然選挙で負けるつもりはないわよ。よろしくて。ふん、私だって負けるつもりはさらさらないから。望むところよ。ねえ渚さん、それとは別にお願いがあるんだけど。何よ。私もカジノカフェを体験してみたいわ。え？アメリカの文化にも触れたいと思ったの。だってそれが文化祭でしょ。文化祭本番で渚さんのお店にお邪魔してもいいかしら。あのお店は今日限りよ。だってそういうルールなんでしょ。ああ、そうでしたね。まあ翔子がそこまで言うなら別の機会を考えないでもないけど。ぜひお願いします。下がるのも無理ないわ。勝負運次第で最高級品から珍種まで何だって手に入るんだから。何だってってことは噂に聞くウインナーコーヒーも作れるの？当然よ。でも特別扱いはしないわよ。豆もトッピングも他の人と同じ交換率だからね。トッピングも全部自分で選ぶのね。それが自由の国のスタイルよ。私コーヒーに合うウインナーなんてわからないけど大丈夫かな。お？アメリカのコーヒーだからやっぱりアメリカンドッグが相性いいの。フランクフルトだと文化祭っぽいかしら。あなた大きな間違いをしてるわ。え？ウィンナーコーヒーは
生クリームが浮かんだコーヒーのことよ。オーストリア発祥だからそう呼ばれてるらしいわ。そうなの？ショコ、今の本気で言ってたの？変だとは思ってたのよね。私もそう思っておりました。ひずりさんも？戦争が終わってヨーロッパへ行くことができたら本場で学んで帰ってこようかと。あなたたち。渚、私は外務省の友人から南米にそういう飲み方が根付いている地域があると聞いたことがある。え？試してみると案外うまいのかもな。まずいかもしれないけどな。今度東さんに作ってもらおうかな。はい、カイドウです。ノーツです、班長。どうしました？明け星防衛大臣が解放既読でちょっとしたトラブルを起こしてまして。何ですって？カイドウ、聞いてくれ。ちょ、何？解放機を使いたいんだが、整備員が許可してくれないんだ。カイドウか大統領で奴らを説得してくれ。あの、解放機って今敵機が来てるわけじゃないよね。話が全然見えないんだけど。プレオープンのクライマックスにサプライズで解放機による盾パフォーマンスをする予定だったんだ。盾？そんなの初耳だけど。だからサプライズになるんだろ。ああ。それなのに戦闘時以外は使わせないと整備員たちが。士気向上になると説得を続けているんだが聞く耳をだな。あの、盛り上がってるところ悪いんだけど、プレオープン予定時刻より早く終わったんだ。え？もう生徒は誰もいないよ。なんだと？班長、あとは私が。いやー、参った参った。フア外務大臣にもらった激辛お菓子が体に合わなかったみたいでトイレにこもってましたよ。あ、ちょっとひずりさん、何をあげたの？試しに作った長崎出島名物ハイカラコンペイトーですの。ハバネロを固めて作ってみたんですが。ひじり、今度からはまず閣僚に試食してもらってから世に出してね。申し訳ございません。あ、まずい。どうしたんですか？今の会話全部生中継されてました。え？慌ててトイレに駆け込んだものだからスイッチ切るのを忘れてました。あの、今までの話全部？はい、すみません。ウインナーもなのね。どうするこれ。